バトンマスジョニース今日見直しスケッチアウトやってきました。今日はですねヤクルト対阪神戦に来てるんですけども、試合開始も近いんでちょっと軽くご飯でも買って行きたいんですけど、すげえな、めっちゃ並んでるな、めっちゃ並んでるんですよ。やばい、めっちゃ近い。うわしばらく見ないうちに知らない選手が増えてきた。このバレンティンゴーラが おー、いったー、ナイスヒット。ヤクルトファンより阪神ファンの方が多い気がするな。球は9回裏まで分かんないですからね。おーおー、そして次は糸井選手クリーンアップに入ってきた。この試合で一番阪神の絶好期じゃないですか。流れが阪神に来てますよ。糸井打って、糸井うわー、厳しい内角攻め、140キロ。おー、あー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 、行っちゃった、行っちゃった、ヤクルトベンチャー次のピッチャーの準備がしてますね。2人いますね。おー、もうこういうね、ちょっとリズムが崩れ始めたらもう次のピッチャーを用意してると監督は。おい、4対1、1点返した。おーおー、パーシータイガース、レッ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 、やった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 、誰今選んだの、誰あー、サードやっちゃった、誰、村上さんやっちゃったね。これまたロコロ仕掛けや、あーだーな、おー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 、阪神タイガース怒ってるっしょ、絶対監督怒ってるよね。エラーした人、サードの大社村上選手の顔ちょっと見てみましょう。あー、やっちまったなーみたいな、ちょっとヒヤヒヤしてるんじゃないですか。タイムリーエラーした時のそわそわ感は半端ないですね。あーあーあー、
何完全に阪神ペースです。これはもしかしたらいけんじゃないですか。お、阪神の投手陣もちょっと流れが変わったということで準備をし始めてますね。ほら2人準備してますね。あー、両チーム総力戦となってきました。ピッチャー投げた。あー、やったやっちまったな、やったな。おい、あちゃー、今絶好の機会だったのに。久しぶりに野球観戦してね、ちょっと高校球児に多くやったんでしましたけど、また、野球動画を撮れればなと思います。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 動画も更新してますんでフォローお願いします。わかりましょう。チャンネル登録